松田学です。この松田政策研究所チャンネルではですね、これまでもですね、産業界の現場でですね、活躍されている方々にご登場いただいて、日本の未来こうしたらいいということを語っていただいてきたんですけれども、今回はですね、この宮本製作所、株式会社宮本製作所の代表取締役の宮本隆さんをお迎えしましてですね、すでにちょっとこの、あるんですが、この洗濯マグちゃんというんですね、こういうものマグネシウムなんですね。でこれを使って実は SDGs に大きく貢献をしていくと、こういうチャレンジ、されてる、そういう社長さんですが、お越しいただきまして、ちょっといろいろとこれからの、我々の日本や、世界の在り方についてですね、ご提言いただきたいというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、宮本です。よろしくお願いいたします。まず SDGs、はい、これの意味といいますかね、これどういうふうに捉えられてますか。そうですね、本当に SDGs、 サステナブルディベロップメントゴールズですね、皆さんは、そんなのは、呪文と一緒で、ただ成果なんて絶対出ないってよく言ってるんですね。それはね、やらないから出ないんであって、はいはい、自分ができることを探し出して、自分ができることだけでいいからやればですね、必ず実現するんですね。だから鼻から、否定してかかるんではなくて、今自分がやるレジ袋を使わない、で環境のために、自動車はなるべく運転しないとかね、やればみんながやることによって必ず何か成果は私は生まれると思ってる、だから SDGs なんてのは、企業の宣伝文句だけで、ただ、かっこつけでやってるってよく言われますけど、それはね、やらない人の言葉であって、やる人間がきちっとやれば、私はSDGs のその17のゴールが多少遠くになっていても、何らかの成果としては残ると思うんですね。まずみんなやってみようよと、自分ができることをね、やってみよう。少しでもゴミを出さないできるんじゃないですか、できるだけ車を走らせない、できることじゃないですか、いやできないことをやれって言ってるわけじゃなくて、あなたができることをやりましょうっていうのが、これは SDGs の大きな目標だと思うんですね。そういうふうに考えます。一応サステイナブルということが SDGs で、持続可能ですね、で今のままだと持続可能でないということとして、例えばどんなことを重視してますか。そうですね、持続可能とか言うと、なんか日本語では使い慣れない言葉ですよね、持続可能、だからあれももう少し砕いた言い方がいいですね。例えば私たちの後の世代が、健やかに、暮らすことのできる環境を残すためとかね、そういう言い方に変えると、人々はもっと自身のこととして受け止めてもらえるような気がしますよね。何か持続可能とかっていう堅苦しい言葉が、何か人々の行動にある意味、制限をかけてしまってるのかなっていう、私の考えはそういうところにありますね。なるほど。今のままだと次の世代、私たちの子供たちが生活できる地球が残らないと、その通りです。そういうことですよね、いつだか15年ぐらい前に、アメリカインディアンの、州長の言葉に、この地球は先祖から譲り受けたものではない、この地球はこれから生まれてくる子供たちに借り受けているものだと。なるほど。なんかその言葉を聞いたときに、今まで自分の感覚ないですよね。特に日本なんて土地が高いですから、土地持ってれば金が残して子孫にそのまま残せるという思いでいるわけですけど、でもその、インディアンの州長さんの言葉って、誠に真実だなと思いますよね。なるほどね、子供だとこれからの世代から借り受けてるということですね。そうですね、だから大事にしなきゃいけないじゃないですか、大事にしてちゃんといいものを残していく責任が、その通りです、その通りです、いうことなんですね。そうです、そうです。ところが我々やっぱり目先のね、便利さとか、その通り、どうしてもそっち行っちゃいますよね。そう、だから、あまりにも便利を求めすぎて、もう便利は便利になってるのに、さらにもっともっとっていうんで、余計なものがいっぱい作られるじゃないですか。結局余計なものって1回2回使って飽きられてしまう、ゴミになるもんですよね。
だからあんなにもたくさんいろんな、そのメルカリとかいろんなところに余ったものがどんどん出てくるわけですね。それってやっぱり考えなきゃいけないことだと思いますね。だから無駄を作らないっていうことを一人一人がもっともっと、または教育の場で無駄をわざわざ自分で作るなという教育をしてもらいたいですよね。なるほど。そこで少し疑問が出るのはですね、もともと企業ってたくさん物を作って儲かるためにあるっていうふうにみんな見てますね、そうです。その企業がどうしてこの SDGs に取り組むとメリットがあるのか、そこはどうなんでしょうか。まあそうですね、でも企業がやろうとしていることは環境にいいことをやろうとしているわけですよ。でそれが実際やってるかやってないかはまあ別としてね、目的は正しいことだと思うんですね。ただその通りやってくれれば私としてもありがたいことだと思いますけど、ただ言えることは、これはウルグアイの第40代大統領、世界で一番貧乏な大統領と言われたホセ・ムヒカさんが国連で、スピーチをしたときに、もう最後のスピーチですから、聞いてくれてる国の代表が、もう本当にまばらしかいなかったんですけれど、今までで最高なスピーチと言われてる、あのスピーチの中で彼が言ったのは、私たちは発展するために生まれてきたのではありません、私たちは幸せになるためにこの地球にやってきたのですっていう言葉が印象なんですね。なるほど、なるほど。私もその通りだと思うんですよ。だから日本人どんな人でも幸せになるために生まれてきたんですよ、だから幸せになる権利があるんですね、でそのためのものを作るのが、一番真っ当なビジネスだと思うんですね、ただただ売り上げを伸ばして利益を追求するだけが目的であってはいけないと思うんですね、なるほど、人間の幸せに貢献するために企業活動するというふうに考えるということですね、今あれですよね、 SDGs をに気をつけてるかどうかで例えば市場の評価も全然違うという話も聞くんですが、実際にそうなんでしょうか。その通りだと思いますね、やはり投資家の人たちって、やっぱりその自分たちもある意味、世界から認知されないといけないわけですね、だからそのために彼らは SDGs を、側面で応援をしているわけですけど、ただやっぱり最終的な目的は金儲けになるわけですよね、だけどそれほどは使わないお金をたくさん集めて、何にするんですかって言いたいんですけど、やはり使うお金を使わないとやっぱり世の中って回らないわけですから、だから今は大きなGAFAと言われる、あの企業にお金が集中して、時価総額で2250兆円なんてね、けたたましい数字、ね、日本、経済国ナンバー2と言われた日本の GDP より、日本の税金よりも多い時価総額を持ってる企業が現れてるわけですよね。特にアップルなんかすごいですよね。本当ですね、本当にどうするのっていうね、本当ですね、なるほど、使ってくださいよって言いたいですよね。その通りです ね、ある業界のトップの方がですね、日本は社会的課題解決というのが実は企業にとって長い目で見ると一番儲けになるという発想が欠けてるっていう話を聞いたことあるんですけど、ね、これはどうでしょうか。確かに、日本の国ってある意味、他の国から比べると倫理観がある国だと思うんですね、そうした時に人様に迷惑をかけてはいけないっていう古い時から、そういう親からの、やっぱりこうしつけというか、そういうものがまだ残ってるんですね、まだ残ってるんですね、だからそれを推薦していくとやっぱり、人々を、害してはいけない、そして人々が喜ぶことをしてあげなきゃいけない、人々が嫌がることをしていけないっていうことにつながるわけですから、やはり企業はやっぱり環境、いい環境で人々が幸せに暮らせる環境を作るのを目的としていくことがいいんじゃないかと思いますよね。なるほど。そこで宮本製作所が取り組んでいるマグネシウムですね、今ちょっとこういうのをこう画面に出したりしましたんですが、これがどうしてこの SDGs 幸せにつながるのか、このあたりの説明をいただけましょうか。いわゆる SDGs、サステナブルディベロップメントゴールズですよね、そのサステナブルという意味では、マグネシウムですね、
まあ、これは私の考えではないんですけど、はい、マグネシウム文明論という本を書いた東工大の矢部教授がいます、はい、その先生の、マグネシウム文明論は、はい、今この中に入っている金属のマグネシウムの粒、はい、これをですね、あの太陽光の、はい、光で燃やすんですね。マグネシウムも燃やします。はい、そうするとめちゃくちゃマグネシウムって、勢いよく燃えますから、はい、火柱が立ちます、はい、そのエネルギーを電気に変えるんですね、うん、で電気に変えます、はい、そして燃えかすが残ります、はい、灰が、はい、白い灰が、はい、それは酸化マグネシウム、はい、その酸化マグネシウムってまだあまり聞かないかもしれませんが、はい、女性の便秘薬コーラック、あれの成分の 40% は酸化マグネシウムです。あ、そうですか、はい、だからその酸化マグネシウム女性が服用すると便秘薬になるんですね、はい、そういうものが水酸、うん、酸化マグネシウム、はい、その粉に矢部さん、はい、矢部教授の文明論はその粉にさらに2万度という温度の熱を太陽光からレーザー光線で集めた熱を照射するんですね、はい、そうするとこの白い粉が還元するんですね、はい、うんうん、還元しますから元のマグネシウムに戻るんです、うんうん、なるほど、ね、そしてなおかつまたそれを燃やす、はいはいはい、でまた還元させる、この繰り返しができるのが矢部先生のマグネシウム文明論なんですね。あ、そうですか。それ究極じゃないですか。そうですね、はい、ね、太陽のだけ でずっとこう保存されてる、ね、そうそうそう、燃やしたものをまた再生することで、それが矢部先生が考える、はい、文明論なんですけど、はい、私はそれ正しいと思いますね。うん、ただあまりにもその装置を作るための、はい、費用がかかりすぎて、うん、まあ、矢部先生自体として、はい、その設備を整うことができなかったんで、うん、世の中にまだ広まっていませんが、はい、これからある企業が出てきて、力のある企業がその文明論を、はい、使った、はい、形の何か装置を作り出すことによって、うん、安価な、そして環境を汚さない、うん、マグネシウム燃やしても CO2 ゼロなんです、はい、ゼロなんですね、はいはいはい、これは素晴らしい材料じゃないですか、ね、マグネシウム燃やしても CO2 ゼロですから、はい、そういうものがマグネシウムなんですね。で私どもは燃やしません、はい、要するにマグネシウムを水の中に入れる、はい、要するに洗濯機に入れます、はい、洗剤の代わりに洗濯機に入れます、はい、そうすると水の中で、マグネシウムが酸化しますね、はい、先ほどは燃やして酸化したから酸化マグネシウム、はい、今度は水で、酸化しますから、はい、水酸化マグネシウムというものができるんですね、うん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 、でその水酸化マグネシウムの効能って、はい、例えばよくアフリカの水の、汚い水ばっかりのところに行って、はい、日本の発明者が、はい、水バケツを汲んで、うん、そこに白い粉を入れますよね、はい、でかき混ぜると、はい、こう汚れが全部凝集して、きれいな水ができるのある意味見たことありますよね、まあ、マグネシウム、水酸化マグネシウムだけではないんですが、うんうん、他にも若干いろんなものを入れる、うんうん、それの中心はやっぱり水酸化マグネシウム。あ、そうなんですね。でその水酸化マグネシウムが、汚れを凝集する効果があるんですね、はいはい、で汚れが凝集しますと、はい、いっぱい汚れが固まりますね、はい、そうすると比重が重たくなりますから、はい、自然と下に沈殿するんですね、はいはいはい、だからマグちゃんは、洗濯マグちゃんというのはマグネシウムだけで、洗濯をするものですから、はい、このマグネシウムだけで洗濯した水が水酸化マグネシウムの入った水、はい、でその水酸化マグネシウムが汚れを凝集させて集めてくれるんです、はいはい、そして沈殿する。そして洗濯時間15分が終わると排水になりますよね、はい、そうすると下に沈んでるものから早く排水されます、はい、そうするとそういう汚れが早く出てって、うん、残った洗濯物にはあまり汚れが付着してない中ですすぎに入ります、うん、そうするときれいさっぱりすすぎをしてくれるんですね。でそれで、部屋干ししても匂わない、うん、洗濯槽のカビが取れる、うん、で洗濯槽 のホースもきれいになる、うん、という効果を生み出すんですね。はこれは今こう口コミで、はい、かなりの数がやってますね。今まで私、洗濯マグちゃんって言っても、はい、まあ、9人にいや10人に1人ぐらいしか知らなかったものが、うんうんうん、今では5人に1人、うんうんうん、本当に
かなりの量、うんうんうん、知らない人がだんだん減ってきましたね、うん、なるほど。でこのマグちゃんだけで選択したその排水がありますね、はいはい、この排水を、農家さんの人は水をちゃんと溜めとくんですね、はい、排水をバケツに、はいはい、でその水を作物にこうかけてるんですね、うん、そうすると作物はマグネシウムの選択でできた液体に含まれる窒素、リン、カリウムが、はい、入った水ですから、農業の三栄養素と言われる、はい、その窒素、リン、カリウムの入った水が作物にかかると元気に育つんですね、はい、だから本当にこの捨てた排水までもが次の二次利用できると、うん、サステナブルじゃないですか。そうですね。ね、でそれを、使った農業が、今全国各地で今、普及してますね。でそういう使い方をします。で我々はさらに進んで、はい、マグちゃんで洗濯するのと同じ、洗濯装置を作りました、はい、水を作る、はい、マグちゃんコインランドリー、装置といいます、はいはい、コインランドリーの洗濯機の後ろに、はい、その装置をつけてあげると、はい、洗濯槽の中にその水を、注ぎ込んで、うん、マグちゃんの洗濯をしてくれるんですね。でそれで全国各地のコインランドリーさんがその装置を今つけて、うん、今全国で32箇所、はい、マグちゃんコインランドリーがありますん で、 そ、 で、そこの洗濯出る洗濯排水は、はい、ゆくゆく我々が、まあ、もう少し先に皆さんから有料で、1トン100円で購入させてもらって、はい、それを世界の水不足の国に運んでいって、1トン、1500円2000円で販売をしたいということをビジネスとして、はいはい、今真剣に考えてます、はい、あのミネラルの豊富な水だと。その通り。いうことになるわけですね。そういうことですね。農業にとって欠かせない水がそれなんです。よく、あの水はその真水を作るときに逆浸透膜装置って言いますよね、はい、その逆浸透膜装置で水は作れるんです、はい、真水が、はい、ただそれは全ての不純物を取り除いた水ですから、あの栄養分がない水なんですね、うん、その水を人間が飲むと、うん、人間の栄養分取られちゃうんですね、うん、だから害、体に害がある。あ、そうですか、もちろん農作物も害がない、うん、だから栄養分がない水はダメなんですね。そうなんですか。その栄養分ってどこから取れるかっていうと、人間の体から出た排泄物、うん、動物の体から出た排泄物、うん、これにしかないんですね。あ、そうなんですか。それが巡り巡って、あのその循環して土に戻って、その土から植物が根っこから吸収して、はい、実を作るわけですね、はい、だから全てこの地球上の、あのものっていうのは循環されてるんですね、うん、そうですね。なるほど。じゃあ人間から出たものがこの野菜となって、はい、それでまた人間に入ってくると、そうこういう循環ができる。そう、その通りです。ということなんですね。その通りですね。今から250年ぐらい前に、はい、あの産業革命で、はい、田舎の人たちが全て都会に出たんですね、はい、で農業をする人たちがいなくなったために、はいはい、肥料がなくなっちゃったんですね。人糞がなくなっちゃったっていうことで、はい、そしたらばイギリスの商人がペルーに行った時に、うん、ペルー沖に、海鳥が産卵のために訪れる島があるんですね、はい、その島の名前をグアノ島って言うんですね、はい、グアノ島って言います、はい、その島は見ると島の上40メートル堆積しているものがあるんですね、それ全部鳥の糞なんですよ。その鳥の糞こそ農業の肥料なんですね、なるほど、自然の肥料、なるほど、グアノって言うんですけども、そのグアノが、はい、その商人が目をつけて、はい、全部そのグアノをアペルの国から買い取って、はいはいはい、莫大な財産を築いたんですね。そうですか。それをイギリスに持ってって、イギリスは、うん、あの農業をその栄養分がないので栄養分が欲しかったわけですね、はい、なるほどなるほど。その栄養分をグアノをイギリスに運び込んだ商人が、一財産どころじゃない、本当に凄まじい莫大な資産を築いたんですね。そのように海鳥の糞が農業の肥料になるわけですね。なるほどなるほど。それは全てそこに含まれているリンや、はい、窒素カリウムが含まれたものなんですね。それを現代版に落とし込むと、皆さんから出てた汚れ、赤皮脂、そういう汚れは洗濯物に付着してるわけですね、はい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 、でその洗濯物も別に汚れたから洗濯するわけじゃないでしょ、
まあ、そうですね。そうでしょ、あの汗がついたから、そうですね、その汗ほっとくと匂うわけですね、それが嫌だから洗濯するわけです。そうですよね、おっしゃる通り。それは水洗いでも取れるんですよ、ただ若干残るんで、水洗いで取れたものを部屋干しすると、後々匂うんですね、あの匂いが出ちゃう。それをマグネシウムで作った水で洗濯してあげると、その匂いがなくなるんですね。その差だけです。水洗いでもいいんです。でも水洗いだと部屋干しした時に匂いが残ってしまうから、マグネシウムを使って水をアルカリにして、そのアルカリになった水で洗濯をすることによって、その匂いを取ってくれる、そういう商品が洗濯マグちゃんです。ね、なるほど、そういうことですね。なるほど。あのそれで今我々普通はあの洗剤というのを使いますね、はい、で洗剤でやるときれいになるってみんな思ってますから、そうですね、あのマグネシウムはやっぱりきれいになるという、そういうことなんですね。そこは変わらないところですね。基本は水洗いで今の私たち の、 その赤や汚れって取れるんですよ、で水洗いでいいんですけど、さっき言ったように部屋干しが多いじゃないですか。そうした時には匂いが残るんですよ。それが嫌なんで皆さん合成洗剤を使うわけですね。ああ、まあ、確かに洗剤でこう洗った後ってちょっといい香りがするとですよね。あれだね、でもあのいい香りが今はちょっと度がきつくなって害になってるから、公害ってよく言われるじゃないですか、香りの害で公害って。あれでもう本当に困ってる人がたくさんいるんですよ、世の中は。化学物質過敏症の方とかね、あのアトピーの方って、あの匂い嗅いだだけで体が調子悪くなったりするんですね。なるほど。だからあれもやめてもらいたいですね。でまたあの洗剤を使って排水をしますと、この水がやっぱり、あの、まあ、下水とかやっぱり汚れていくっていう、そういうことですね。ですよね。大体がコップがあって、そのコップに水を入れますよね、ここに今の合成洗剤一滴垂らしますよね、いい香りですよ、さあ松田さんこの水飲んでくださいって言ったら飲みます？それはちょっと考えますね。そうですね。なんで飲まないんですか？いや、何が入ってるか分かんないですよね。何が入ってるか分かったら飲みます？いや、飲まないね。いや、だって私科学者じゃないんで。でしょ。いや、もう人間の本能で、この水飲んだら体に悪いって分かるわけで。ええ、そうですね。そうですよ、ね、はいはい。体に悪いって分かるわけで、人間の本能で、害になるわけですよ。その害になる水で洗濯して、その排水を、もう川に流すわけですね。で、川から、日本の土地って川から海の距離が短いから、川が洗浄しきれないんですね。その水が海に行きますよ。そうすると海にいるプランクトンがそれを食べますね。なるほど。でプランクトンを小魚が食べて、小魚を大きい魚が食べて、そしてさっき松田さん飲めないって言ってた水を、全てのあ食物連鎖で、はい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 、いっぱい溜まった、はいはい、昨日食べたあの中トロ、はいはい、あれにいっぱい入ってるんですよ。なるほど、なるほどね。まあね、飲めないって言ってた。昨日中トロ食べてます。そう。いや、飲めないって言った水じゃないですか。はい、なるほど。それがもう食物連鎖で間違いなく人の口になるんですよ。なるほど。そういう仕組みにこの地球はなってるんです。なるほど。だから。たとえその川を汚すことすらもやめましょうっていうのが私たちの考えなんですね。あ、なるほど。あ、そういう考え方っていうのはあれですね、循環型の地球社会に貢献、大きく貢献する、その通りです、ということですね。はい、なるほど。まあ、今のままですと、その 今の文明をそのまま発展させていくと、地球が人類社会を支えきれなくなる、もちろんです、ということですよね。 そこに一つの答えを出そうということになりますよね。はい、ですね。いいですか。はい、今の合成洗剤、年間61万トンというのが2020年の、洗剤協会が出したデータです。あれ、その売られた、あれが61万トン、この61万トンを365で割るとですね、1日の、使用量が1670トンですよ。いいですか。1670トン、今私が言って1メートル1メートルの入れ物に満杯にすると1トンですよ。これが1670個、もうそこの競技場のすごい広い面積を占める
原液ですよ、うん、洗剤の原液がその量、うん、それが今日一日で全国で川へ流されるんですよ、うん、あ、なるほどね、いいですね、はい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 、それが今日だけなら許しましょう、明日も流される、そうですね、明後日も流される、はいはいはい、ずっと毎日流されるんですよ、はいはい、その環境っていい環境とは思えませんよね、はい、そうですね、どうするんですかそれ、その環境、そういう環境で物を育てたり、人々が生活するっていうのはやっぱり間違ってると思いますよね。です、結局我々が食べるわけですからね。そうです、そうです、確かにそうですね。あのなんか戦後できた野菜はもっと美味しかったって、今も野菜はミネラルがすごく減ってるって話です、そうそうそう、20年前の野菜と比べて半分しかミネラルが入ってないんですよ、だからその野菜で育てられた子供はミネラル不足の病気になるんですね、あ、なるほど、一番はやっぱり神経がやっぱりよく育たないんですよ、そういうことの原因ってやっぱり農業にあるんですね、なるほど、でましてやこれから世界の人口が2000年、100億人になりますよね、はい、2050年、はいはい、100億人、今は2021年、だいたい77億って私は聞いてますけど、今これからたった20何年間で、はい、27億が増えますよね、うん、そうですね、はいはい、その人たち増えるってことは生きることで、食べなきゃいけないわけです、うん、そうですね、食べるためには農業ですよね、はい、うん、まあそうですね、農業ですね、その農業に使う水が今全世界で 70% 不足してるっていうもうデータがあるんですね、なるほど、で日本からそういった不足してる水をマグネシウムで、こう排水したもので、はい、そのまま輸出すれば、そうそうそう、世界の水不足も解消になる、その通りです、ということなんですね、なるほど、これもかなり大きなビジネスになります、ね、かなり大きなビジネスになりますし、そんなものを金で売ってはいけないっていう倫理観の強い人もいます、なるほど、でも世界って食うか食われるかなんですよ、やっぱり我々はその今言った洗濯排水が農業の肥料になるという特許を我々は持ってるんですね、あ、なるほど、はいはい、宮本製作所は、うん、はい、でその特許を世界12カ国の農業国に、うん、今申請をしてます、ああそうですか、うん、世界1位の農業国アメリカ、うんうん、第2位は分かりますか、世界の農業国第2位って私は中国だと思ったんですけど、うん、違うんですよ、ほうほうほう、オランダなんですよ、あ、オランダね、オランダ、はいはいはい、そのオランダに、今から1ヶ月前に、はい、あのアリババのジャック・マーさんが農業施設を見学に行ったんですね、はい、なんかそういう噂がありましたけど、ありあったでしょ、要するにもうアリババも農業にシフトしていかないと、儲けのネタがなくなってきてるんです、うん、あ、なるほど、その元、農業の元は水なんですよ、その水の特許を我が社がいいですか、今その世界で取れた特許、はい、インドの取れました、はい、インドネシア取れました、はい、オーストラリア取れました、はい、韓国取れました、はい、中国取れました、はい、ほとんどアジアは全部我が社が席巻しました、はい、でこれからオランダをはじめフランス、イタリア、カナダ、はい、アメリカ、はい、ここが取れたら、はい、主要12カ国の特許は我が社が持つんですね、はい、そうですね、すごいでしょ、はいはい、でそれだけでもすごいけども、はい、今から30年前、はい、全ての投資マネーは石油に集まったんですよ、確かにそうですね、そうですね、はい、でその後20年前に、うんうん、今度はバイオエタノールを作るって言って、うんうん、穀物にマネーが移ったんですね、なるほど、なるほど、今その有り余る世界の投資マネーが水ファンドに集まってるんですよ、なるほど、そのぐらい水が価値があると判断されてるんですね、なるほどね、で、はいはい、彼らの間で言われてるのは、水を牛耳る者が世界を牛耳ると、我々マグちゃんの排水で、うんうんうん、今水を牛耳ろうとしてるんですね、なるほど、世界の特許を取れてますから、なるほど、まあ、あの人類社会ってもともと水を牛耳るものが、そうそうそう、そこに戻ってきたって、その通りそういうことですよね、大体文明は水のあるところから生まれるんですからね、チグリス、ユーフラテスにしたって、おっしゃる通りですね、だから水なんですよ、今の時代一番価値のあるものは、はいはい、なるほど、だから投資家の間でささやかれてる、うん、水を牛耳るものが世界を牛耳るという言葉のほか、うん、この後に続く言葉があるんですね、うん、はい、彼らで言われてるのは、はい、水は高いところから低いところに流れるんではないと、うん、水は
金のあるところに流れるっていうのが彼らの定説なんですよ。そういうことなんですか。なぜ日本の国はこんなに金になる水を大事にしないんですか。合成センターでわざわざ汚すんですか。なるほどね。もったいないじゃないですか。金になるんですよ、これから。確かに、はいはい、だからそれは法律で、合成洗剤で汚してはいけないっていう法律を作りましょうよ。それは日本の国が大事にとって農業の水不足の国に販売するものにするから合成洗剤を使っちゃいけないという、ね、条例を作ってくれればいいじゃないですか。確かにあの日本の国ってもともと世界で最も水が豊富な国ですね。その通りです。その日本が水のセンターになるというのは日本の国がの反映した環境政策のあり方になりますね。その通りです。なるほど。だからよく中国の方が北海道の土地を今買い占めてるっていう、あれ全て水が欲しいんです。そう、なるほどね。はい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 、はい、それを国はもっと早く気づいてほしいですね。なるほど。そんな大事な水を取られてなるものかですよ。はい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 、でそんな大事な水を汚してなるものかですよ。法律を変えましょうよ。なるほど。その法律がもうすでにあるんですよ。はいはい、合成洗剤を使わずに石鹸洗剤で洗濯しましょうという条例があるんですよ。条例ですか。いいですか。国は、合成洗剤を、製造販売する企業に辞めるように働きかけることっていう条例があるんですよ。それは神奈川県の洗剤推進方針っていう昭和58年に施行になりました。神奈川県ですか。その前に、昭和54年、あの琵琶湖、琵琶湖条例と言われる条例が、滋賀県民は合成洗剤を使わずに石鹸洗剤選択しましょうっていう条例なんですね。まあ、確かに聞いたことあります。で、もう一つあるのは、滋賀県に住所または居所を持つ者に合成洗剤を送ってはいけないって言うんですよ。おお、そうですか。プレゼントしちゃいけないって言うんですよ。そんな条例がもうすでに昭和54年にできてるんです。58年にできてるんです。そうなんですね。それを国がなんで守らせようとしないのか。それが不思議にならない。なるほど。まあ、これちょっと今回気象の提言も伺いまして、なるほど、ちょっと考えてみた方がいいかもしれないですね。本当ですよ、考えてくださいぜひ。はいはい、わかりました。それであれですね、はい、宮本さんがもともとですね、はい、この、マグネシウムに出会ったきっかけっていうのは何だったんでしょうか。ああ、いい質問ですね。我が社、父が今から52年前に、自分家の庭に、掘ったて小屋を建てて、中古の旋盤っていうのを1台買って、起業したんですね。はい、で、起業して自動車部品の町工場として、永遠52年間今やってきたんですけども、父は他界しました。その後、後を継いで私が今社長してるんですけども、まあまあそこそこ食っていけるぐらいの利益は取れてたんですが、毎年コストダウンの要請があるんですね。そうすると我が社はコストダウンに協力はしなかったんですが、協力をしなきゃいけないぐらいによそでもできるような仕事をしている会社さんはコストダウンに応じるわけですね。そうすると 3% 今年は協力っていうと 3% 引かれるわけですよ、次から売り上げ、利益は減るわけです。我々の利益って 10% もないですから、そのうちの 3% をで、この 3% を毎年引かれたら、複利計算したらお前のとこタダでやってくれと言われてるようなもんだと私は考えたんですね。じゃあこのままだとうちも潰れちゃうと、じゃあ自分で値段のつけられる仕事をしなきゃいけないと思いついたのが今から15年前ですね。その時にたまたま仲間の会社がマグネシウムの仕事をしてたんです。でマグネシウムと知らないで、私アルミのなんか部品かなと思って簡単に手に取って持ち上げたら、なんか持ってないぐらいの軽量だった。これはすごいと、自動車部品の加工ですから、自動車の部品にこんなに軽量な材料を使ったら燃費が向上するんじゃないかと思って、それからマグネシウムに取り付かれたんですね。でいろんな部品をまあ見よう見まねで加工して、自動車メーカーの開発の人に、展示会の時にね、うちのブースに来た係の人にあげたりして、そうするとみんな、あ、すごいな、マグネシウムって、つって、喜んでくれるんですけど、で、最後は値段が高いと。
うん、マグネシウムの、ね、値段も高いんで、はいはい、そうすると結局コストありきで、うん、マグネシウムの採用はしてもらえないんですね、うん、でもじゃあもう自動車部品やめようと、うん、じゃあ一般の人たちが使うようなもの何かやろうっていうんで、はい、世界初マグネシウム合金パターだとかね、はい、パターを作ったり、あとはその京セラさんと1年間共同開発した、はい、マグネシウムボーリングバースリーブって、はい、よく機械加工しますと、はい、熱処理して硬い部品を削るとね、はい、硬いもの同士が削られるから、うん、あのピーって嫌な耳障りの音がするんですね。 あれビビリって言うんですよね。もうビビリが出ちゃうと表面の粗さがダメでペケなんですね。でそれをそのマグネシウムのスリーブってやつで掴むと、刃物を掴むと、はい、ピーって言ってたのもな、はい、シューって綺麗に受け取れるんです。振動を吸収してくれるんですね。なるほど。だからそれはきっと売れるだろうと思って、ああこれはいいなと思って、あの工具問屋さんに1本1万円で売ったんですね、うんうん、で工具問屋さんはそれを、大体1本2万4千円ぐらいで、うん、あの最後のお客のところに行くんですけど、うん、我々は1本1万円でも、はい、おい1万円がきっとこれは月に500本は売れる、はい、そうすると500万になると思って、うん、ああいたら、うん、未だに売れてるんですよそれ、うん、それだけはすごいなと思うのは、うん、いまだに30本、うん、40本です月、うん、ほうほうほう。だけども長い息の長い製品として、うん、我が社の独自の製品で特許を取って売られてるっていうのもな、それなんですね、うん、でマグネシウムの出会いはその軽持った時に、ね、すごいインパクトのある印象です、うん、それで自動車部品が燃費が良くなるというふうに考えたのがきっかけだったんですね、はい、そうですか。でいろいろ試行錯誤しながらしてるうちに、やっぱり売れるもんって一般の消費者が使ってくれるもんだと思ったんで、うん、何か一般の方たちが使うもので、うん、マグネシウムで製品を作れないかって試行錯誤してるうちに、うん、マグちゃんに出会ったんですね。だからどういうわけでってよくいろんな取材で聞かれますけど、うん、正直言うといつの間にかできてたと、うん、トライアンドエラーの繰り返ししてるうちに、うん、いつの間にかマグちゃんができてたっていうのが正直なところですよね、うん、そうですか、はい、やっぱり何かこう、なんていうんですかね、緊急の必要があって、うん、それでそういう工夫を重ねていくと、うん、何か新しいものが生み出されて、そうですね、やはりこう人間ってこう何かに迫られないと、そうですね、なかなかそうですね、そういうことがあるんですよね。それで、1回の失敗で諦めてしまうとそれで終わりですよね、でもその失敗って、ある意味、結果ですから、はいはい、その結果って後々聞いていくんですね。なるほど。前やった時にはこういう結果で失敗したじゃないかっていうのが残ってますから、それを逆に利用することができるんですね、なるほど。だから本当にそのよくエジソンさんなんかが99の失敗で、ね、もの発明ができるという、はい、あれは全く正しいなと。失敗は決して無駄じゃないってことですね。その通りで、なるほど、うん、でなんかあれですか、スティーブ・ジョブズと並ぶ、なんと、発明者っていう、なんかそういうふうに言われてるんですか。そうそう、あのね、まあ、スティーブ・ジョブズさんには感謝してるんですけど、はい、やっぱりこういろんな新しいことをやってるうちに、はい、やっぱりいいものができても、はい、マグちゃんも3年間売れなかったんですよ、うん、全然、はいはいはい、でもうなんとか必死で、あっちへ売り込みしたんですけど、はい、まあとにかく金も続かないから、うん、金が本当にないんですね、うん、で銀行に借金したりしても、はい、もうこれ以上貸せませんって言われる、うん、もう究極の、はい、で仲間から、はい、少しずつ借りたりして、まあ、なんとか生き残ってきたんですね、うん、で苦しかったですね、その時にスティーブ・ジョブズさんの言葉に出会ったんですよ。どういう言葉かって、今これは私の宝ですけど、はい、金不足を嘆くより夢不足を嘆けっていう言葉ですね、はい、いい言葉です ね、 確かにね、金不足を嘆くより夢不足を嘆け、要するにイノベーターは夢がなくなったらダメだと、金なんか後からいくらでも作れると、夢がないと新しいものを作れないって言った言葉が、金不足を嘆くより夢不足を嘆け、これは皆さんに覚えておいてもらいたい言葉ですね。いい言葉ですね、うん、これですね、製品としてはこの洗濯マグちゃんというものですね、うんうん、それから、こういうのはこの液体のものもあるんですね。そうですね、液体マグちゃんというものですね、はい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 、
まあ、でさっきおっしゃったようにかなりファンの方が広がっているという状況ですね、うん、そうですね、本当に大ファンが大勢います、はいはいはい、特に赤ちゃんのいるお母さんたちはもうこれでしか選択しませんっていう人が多いですね、うん、やっぱり赤ちゃんの弱い肌を守るためにもマグネシウムだけで選択してあげる、それがお母さんの子供に対する愛情だと思いますよね。なるほど、うん、いや今回どうもありがとうございました。私も知らなかった話がたくさん、はい、これはもう皆さんも何て言うんですかね、目が覚めたっていうところが結構あるんじゃないかなという感じがしますので、やっぱりこの、日本らしい地球環境対策というものを考えるですね、うんうん、そうそうそう、これ一つの道だなっていう感じがしました ね、うん、ね、はい、まだまだ日本人って水はタダだと思ってますけど、もうそんな時代はもうあと5年もないですね。うん、全く金のかかるものが水になると思います。はい、わかりました。じゃあ宮本さん、ますますご活躍ください。どうも今回はありがとうございました。どういたしまして、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。